毛沢民毛沢民は、新北湖南省省大県省山沖出身の政治活動家。字は、英連、後に、順連。毛沢東の弟である。1922年10月に中国共産党に加入する。その前は、アンゲンススコーで、労働運動に従事していた。1925年に、中共中央出版発行部経理に就任する。 1930年に、毛沢東の妻の妖怪系が、湖南軍閥の南下木に銃殺された後、毛沢民は、妖怪系の3人の子供を連れて、上海に行った。1931年に、越津軍区経済部長に就任し、10月に、中華ソビエト共和国臨時中央政府、銀行業長に就任する。1932年11月に、中華高校士総経理。 1933年5月に、小ソビエト政府財政部部長を兼任し、1934年10月に、調整に参加し、1936年2月に、中華ソビエト高農民主政府国民経済部部長に就任した。1938年2月、毛沢民は、州明という偽名を使い、新疆で働く。前後して、新疆省財政庁。 民生庁町長などの職に就く。1939年6月、病気療養の名義でソ連に赴いたが、1940年1月22日にソ連を離れる。1939年、千のぞみひとしと離婚し、ZH、シュタンカと結婚する。1941年に、もうンシンが出生する。1942年9月17日、 毛沢たに家賃短集ら144名の、中京党員と家族は、森世際に、ただし受け談話の名義で逮捕され、満場の急校間に軟禁される。モスクワは、中共中中継代表の周オンライに対し、小介席と交渉して拘束された党員らの、釈放を求める交渉をするように促したが、周オンライは、新疆で拘束されている人員の釈放要求を、 全く口に出さなかったとされる。1943年9月27日、毛沢民と陳丹州と林岐路は敵下で聖世祭に殺された。一説には、毛沢民の死は毛沢東が意図的に仕向けたものとも言う。別の説によれば、森世祭は,は1944年6月に毛沢民をソ連に送ったが、ソ連内務人民委員会委員のベリアは、 毛沢民が新疆大粛清の内幕に通じていると知り、スターリンを欺いて殺害を命令したとされる。ありがとうございます。